情報でした。はい、ありがとうございました。はい、さあ、そして今週はですね、バラエティ番組の人気者が大集合するラジオショーと題してお送りしております。はい、初日の月曜日のゲスト、今田耕司さんにお越しいただきました。はい、こんにちは。お願いします。今田さんが来るんだ。どうも今田耕司でーす。来てくれました。いや、来たよ。めちゃくちゃ嬉しいですね。あ、そう。いや、おったまげもっと声張りや。すいません、ちょっと緊張しちゃった。あんな穏やかな。この距離で。緊張してたね。ちょっとすいません、この距離でさすがに寿司屋以来のこの距離だったんで、お寿司屋さんいただいた。お寿司屋さん、お寿司屋さんに一回連れてってもらったことがあるんですけど。あ、そうなんですか。はい、工場委員会終わりで。そうです。そうです。いつも反省会言うてね。反省会。飯尾くんとかね、ジョニオとかとみんなで行くのよ。はい。で、工場委員会出たメンバーで、いつも、前はもうなくなったよね。そうみたいな。はい、フジテレビの前の寿司港っていうお寿司屋さんがあって、あそこの一角でよ、みんなでね、ホリケンとか、みんなで、ああ、今日はどうやった、こうやったで、みんなで傷の舐め合いしたりとかね。そう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 。ベテランが集まっても、今日はあっこあかんかったなとか。で、みんなで励まし合うね。いや、でも大丈夫、大丈夫で。あれはあれで成立してたからとかで、そういう話をずっと。それはさんまさんいらっしゃらない？ほら、いてはる、いないんです。さんまさんは楽屋で収録終わったら弁当食べて帰るっていう。あ、弁当食って帰るんですか？もう本当に、もう仕事に。なんで食べながらみんなで、次の打ち合わせかなんかしながらがワイワイやって。ああ、でも打ち合わせ終わってからなんか楽屋の中で、どの番組もワイワイ喋ってはるもん。そんなイメージですね。独特だね。そうですね。打ち上げは大体今田さんがじゃあもう仕切ってやる。そうそうそう。そこは反省会っていうのは、反省会。そこに俺がみんなで連れて行ってみたいな。そう。工場委員会ってだってあれは別にゲストじゃないですか。今田さんがね。いや、俺はまあ、ひな壇、ひな壇。ひな壇っていうか、だから、すっごいレギュラーいっぱいあって、忙しいのに、しかもなんか YouTube もやられてて、せえねん。せえねん、でもなんかまあ、今日はええかとか、ほんまに一人で、一応スタッフさんは一人おんねんけど、一応一人で家で、そうですよね。やるか、みたいな感じでやるから。すごいなと思って。なんか3、4時間空いたから、バーモンドカレーって作ったりして、そんなことやんなくていいのにと思って。逆に、そういう時にやらんと、もう休みの日やったらやる気せえへんねん、なんか。ああ、だらだらしてもうて。ああ、今取れるわ、とか。すげえ。いかにそうですね、その素材を。カレーは作りたいなと思ってたから。やったことなかった。今までカレー作ったことなかったんですもんね。一回もないな。っていうか、その、なんていうの、自粛とかなかったら、もう料理もしてないわ。ああ、そうですか、外食で。99. 点何パーも外食やから。あとはお湯沸かしてラーメン作るぐらい。家で食うの。あ、そうですか。それがもう今やもう、何だから手際よく朝ごはん作れるようになって。なんか、美味しそうな炊飯器でしたね。え？炊飯器すごく美味しそうだったで。美味しそうな炊飯器。開けた時の。見てんのかいな。ありがとう。すごいいいっすよ。なんか距離が近いのよね。あれ距離が近いね。いや自宅のあれだから。テレビ大好きやけどさ、やっぱりたまに歩いてて見てますよって言われるのと、ほら、コメントってほら、なあ、YouTube はね、そのまま見れるから。そうやな。そうそうそう。でも YouTube 見てますよって言われるのは嬉しいですか？え、そのコメント見るから。コメントで。さっきもずっと見てて。いや、なんかその、今田さん、まだそのテンションで、今田さんレベル楽しめるのがすごい。見て、レベルなんか関係ないでしょ、そんな、だって、ベテランやから楽しいんちゃう？あ、なるほど。そうですか。若い人はほら、やっぱもうちょっと、もちろん仕事やけど、仕事の一環みたいな。もうちょっとなんかこう、エッジ聞かさなあかんやんか。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そやろ？うん。バーモントカレー作りますって。ゆるくできるのがいいですね。テレビで、逆にテレビでできないでしょ。できないですね。できない。どうやんだろう、これとか。作るだけですかってなるやんか。制作の方も。ねえ、でもそれが許されるやんか。そういうところをまた見て楽しんでくれたりするから。あとは高級電化製品とか、家具とかもすごく目の保養になるというか、主婦とかは、あ、次あれ買いたいとかね。お母さんも見てくれてるとか。見ますよ。なかなか手が出ないね。やつとかも見れるから。そう、でもほんまあの状態やから家は。いつも。いいですね。綺麗な、綺麗な状態。綺麗なもんな、ほんと。綺麗やろ。クックパッド見るようなやつとかもいちいちなんか台みたいなのありますもんね。あれをリフォームの時つけてもうて。こんなんありますけど言われたら、え、何これみたいな。斜めにしてね、お料理するときに、こう iPad 置いて、クックパッドとかそういう、副台品見れるようにね。こう斜めになってて、ちょうどやりながら見れるみたいな。
そう、ああいうのが好きやね、なんか。いちいちね、そう、なんかなかなかこう自分のね、そう、こうキッチンないやつ、ね、見たりとかっていうのがいいのかもしれない。あの女性とか絶対来たら、うん、あのやりがいあると思うね。そうですよね。はい、作りがいあると思う。綺麗、はい、もだ、魚焼き器も。うん、買ったん、いやだからもう、うん、今のコンロは13年ぐらい使ってんねんけど、はい、あのグリルあるやろ、はい、真ん中の魚焼き器、はいはい、あれを生まれて初めて使ったんや、だからもう13年使ってるけど、13年使ってなかった、あれ結構使ったら誰か来て、うん、その後輩料理したりとかっていうのもなかった、うん、それ鍋しかやれへんから、ババちゃんとか、あ、魚焼き品やから、やっぱり、ね、すごいな、もう今の、うん、グリル、あの焼き魚っていうとこ押したら、はい、もうできんねんな。俺驚いて。昔のグリルのイメージなんですもんね。そうそう、あの実家のな。実家のね。そうですね。ひっくり返さないとね。掃除も大変だし、溜まってる水に油が浮いてる、うん、全然全然、うん。もう魚焼きって言ったらもう火の加減も調節して。初めて。初めて作る。アルミホイル引きました。アルミホイルいらんねん、それは。説明書読んだら。いらないっすか。ある程度温度温めてから置くと、ひっつかへんねん。ひっつかへん。すごいですよ、今。冷えてる段階で、うん、あの、置いて、はい、あの、温めるとあれくっつくねん、網に。ああ、そうなんですか。アルミホイルいらんねん。すげえ、ちゃんと読むんすね、その、ちゃんと説明書。俺は説明書読まないと何もできへん。説明書読んでもできへん。だから自動食器洗い機ももう10年ぐらい使ってなかったからね。つ、うん、いてたの。もったいない。信用できへんやろ。信用できないですか。中で何してるか分かんない。何がやるの、嘘つけと思って。ずっと見てるわけにいかないでしょうけど。潔癖だしね、これ洗うの。なんかこう、そうそう、自分で洗いたいっていうのがあんねん。なるほど。ほんで、あの、なんか、あの、グラスやったら、うん、そういう洗剤も入れなあかんし、めんどくさかった。それがやな、今。はい、ジェルボールってあれやジェルボールありますね。あれ、でげつないな。ここ最近で。ジェルボールできて。ジェルボールができて。まあ、洗濯であんなしてたけど、食器洗いのジェルボールはね、な。ああ、そうなんすか、ね。あのジェルボール置いとくだけやで。ピカピカ。驚いて。いや、なかなか、こういう話は、今田さんのね、司会の番組で聞けないから、俺たち。楽しいですね。そうなんだ。全部切り寄るもん。一応してるんすか、してるね。あの、喋りたいこと、うわーってなったら喋ってまうから。せやな、ちょっとこういう、今日はね、ゲストにお迎えして、今田さんの話、たっぷりとこの後話してる場合じゃないと思います。ビールも一貫お願いします。主婦あるあるですよ、普通に。さあ、バラエティ番組の人気者が大集合する今週のザ・ゲストショー、初日から、今田耕司さんをお迎えしております。ずっと話し続けてますけど、さんもう、ね、今田さんにお越しいただいております。今田さんが本当にもう何回も僕行ったことあるんですけど、はい、もう高校生の時に、はい、僕が94年です、ね、どんなやったっけ、お笑い明太子っていう、ね、大会で今田さんね、高校生ながら挨拶行ったら、階段のところでこうやってタバコ吸ってあんまり挨拶してくれなかった。怖かった初めて見た芸能人怖かった、すごく。ゴッツで見た今ちゃん、はい、そんなずっと覚えてるもんな。いやでもやっぱりなんかちょっと変なノリで挨拶しちゃったとかのもあったのもと思いますけどね。いやいや、もうだからもうめちゃくちゃもう、はい、なんで94年、うん、なんで朝からここおんねんみたいなんてめちゃくちゃ気になるわって。九州まで来てその司会やるのもうかったるかったんです。そうや、その時の方がか、あのもうそうや、天狗天狗天狗もう若手で20代で、いやでも、いますよ、94年ですよ、はい、僕高校2年生ですよ、はい、で調べたら、うん、ま、あの28 8年前ですから、はい、今田さん28歳なんですよね。そうです。その時東野さんと、うん、要するに司会出てきて、うわーなってて、うん、それでもう僕、その、ま、トークも全部聞いてたんですよ、裏で。その時にうちにな、あの、リットン調査団っておってな、とか、はい。今と変わってないじゃないですか、トークの前。そうそうそう。その時もすでにリットンさんが、94年の時点で、そういう、なんかいじりで受けるし、そうよね。俺の中ではずっと変わらない。確かに。で28歳っていう若さにも今びっくりしてるし。ああ、すごい。確かにね、早かった。でも俺は、はい、あの、明石家さんまさんの今年で30、しっとろけのけっていうのは、はい、ああ、はいはいはい。ひょうきん族の年で。ね、言ってましたよね。国民的すぎる。の、ナンバーワンの人が、うんうん、あの時29やったのよ。だから当時はもう遅っていう。遅っていうか。それでも、あの全然、ちょっと遅い。追いつけないというか、もう、ちょっとどころじゃない。全然まだ東京出てきて、ダウンタウンさんの番組出してもらってるような段階ですし、自分のもちろんそういう MC の仕事もないし、だからもう、あの時、さんまさんって29なんやっていう。
いやいやいや、はい、でも確かに後輩の子、あの時今田さんいくつですかとか、うん、よう遡るよね、うん、今田さん司会やった時、うん、あの時30何歩なんですね、うん、そうですよね、30代なんですかね。どんどんやっぱその売れるラインはちょっとやっぱね、高齢化してますから。確かにね。今から僕らの世代からしてもやっぱ今田さんの時代はすごいな。すごいんですよ。94年のその笑い明太子で、今田さんが司会で、はい、そっから、あの、レッドカーペットで。そうですね。僕らがテレビで始めたのもレッドカーペット。司会で。で、初めて M1 グランプリ決勝行った時の司会で。の司会もそうですか。今僕審査員やってるんですよ。うん、そうや。感慨深いって話なんですよ。節目節目に今田さんがいる。そうそう、その九州の高校生の時の司会も俺やもんね。はいはい、そうなんですよ。ずっと僕の中では、だから、僕がなんかこう、優勝した時とか、はい、こう、なんかいろいろある時の、ずっといらっしゃった方なんですね。確かに、うん、あの、ナイツの歴史は見ているかもわからんね。そう、一応いるんですよ。ファミリーヒストリーも見てます。ファミリーヒストリーもね。家族の歴史まで見られた。家族の歴史もや。いや、ほんまやね。それぐらいだぞ、伊藤さんの司会の番組とか多いし、多いってことですよ。そこでやっぱこう出てきた芸人めちゃくちゃ多いっていう。めちゃくちゃ多い。僕らだけだと。ほんまいっぱい、確かに見てるけど、やっぱ偉いもんでみんな残ってるし。そうですね。やっぱすごいよね。みんながやっぱブレイクしてたところ見てきてる。ここでなんか、うよ、曲折あってもまだ、また元気になったりとか、復活したりとか、いろんなパターンが。でも今田さん自身が、うん、そのなんかこう、ブレイクするきっかけっていうか、その僕らのイメージだと、ごっつええ感じに出てたイメージなんですけど、いつの間にか東野さんと、うん、なんか MC とかをやっている、ちょっと稀な売れ方みたいなイメージなんですよ。というよりは、まあ、うん、大阪のイベントの、はい、そういう時から、はい、その、それこそ22とか、はい、1、2から、そういう東野と、なんかイベントの司会やったりとかを、うん、あ、もう20代前半から。ずっともう、僕ら見てないんですよね。うん、ずっとその会社の今の会長が、うん、あの、そういう仕事をやらしてたもん、俺らに。慣れさすために、多分ね。今考えたら。別にコンビでもないのに。そうそうそう。だから、うん、ダウンタウンさんが売れる前とか、まあ、こういうラジオ形式の、うん、はい、トークをやったりとか、今で言うバラエティ番組のエピソード喋って、あの、暴露しておいっていうのをお客さんの前でやったよ。あの、今考えたらその先にやっぱそういうテレビ番組になっていくけど、当時はそういう番組あんまりなかったから、ないですよね。ない中イベントでいろんなパターンで、なんかやってた。で、旦那さんもまだ売れてなかったし。ああ、うん。その時から。うん。あの、お客さんはもう若い子は知ってたから、その120席の劇場はパンパンになるけど、うん、あの、テレビとか世間ではまだ売れてらっしゃらない時やから、だからそういうラジオ形式とかなんかでいろんなことは経験させてもらったね、東京行く前に。ちょっとだから、いろいろ経験値としてはなんか、いい経験の仕方をさせてもらってますね。まだそういうのがない時代やったから、うん。こう、そういうもんやと思ったから。その、こういうお笑いのお仕事っていうのは。こういうこともしていかなあかんねや、みたいな。で、ラジオも、やっぱり最初、いきなりダウンタウンさんののアシスタントみたいなんで、1年目か2年目ぐらいに出されたから。ほんともう、終わってから、あの、今の会長に、あの、ファミレスに、生放送終わってから連れて行かれて、で、2時間半の生放送で、お前何分喋ったか分かってるかみたいな。なんかそんなんずっと怒られてたの。で、自分の中ではこう、相槌打ったりとか、うんうんって参加してる気分になってたから、お前喋ったんは40秒やとか、2時間半あってみたいな。ああ、その時に。そう、ずっとそんな。そういう訓練みたいな、確かに。ね、今考えたらよ。でも俺はその1年、2年目やから、こんなもん、こういうもんやなと思ってたから。でもそのダウンタウンさんもそうめちゃくちゃ上っていうわけじゃないじゃないですか、その年齢的にも近い先輩だけども。4年先輩やからね。4年先輩ですよね。でもその先輩がもうどん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 こうなんか売れてって、もう途中で。そうそう、でも花輪が言ってたみたいに、あの基本的にはやっぱ変わってはれん。ああ。その当時から。うん。だからこの前のその漫才も、うん、あのアドリブっていうのがちょっと違うんやってよ。ああ、まあそうだ。確かにだから。30分アドリブでやったみたいな。そういうのじゃないんですよね、はいはい。昔からああいう感じだったんですもんね。そうです、そうそう。ね。あれが、その漫才のスタイルなので。はいはいはい。それをなんか急になんかこう、なんかフリートークみたいに思われるじゃない。うん。そうそうそう。またやっぱちゃんと違って、こう綿密なというか。うんうん、松本さんの中では綿密な多分、プランが絶対あって、それを急に浜さんにぶつけてみたいなけど、それはずっと劇場でやってきはったことなので、なんかすごいなんか、こう、
なんかそのアドリブ漫才っていう表記がなんか、うん、なんかなんかなみたいな、いやちょうよこれがそうやのにっていう気持ちはちょっとあったよね。あの工場委員会の時にちょうどこの前、はいはい、前室でお話した時、うんうんうん、あの出囃子がエポの、はい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 、あれがなんか昔から、うん、あったっつって、なんか最近見たら浜田さんがあれにしたいって言ってたみたいですけど、ね、俺もなんかネットニュース見て120周年の、うん、はい、時の、出る時の出囃子は周りで行きたいっていうのを、うんうんね、言ってはったっていう。あれでももともと、その30年ぐらい前に、うん、31年前の時は、うん、あれ、劇場の人が決めたみたいな。はい、多分そうやったと思うんですよね。なんか、それをずっと聞きながら出てはったからと思うけどね。もしかしたら劇場のやつじゃなくて、浜田さんが当時決めたのかな。その当時かな。その話は聞いたことない。それはわかんない。うん、我々の時代は結構もう音響さんっていうのが劇場にいてて、うん、その方がなんかもうプロレスラーと一緒で、うん、なんとなくこのこいつはこういう音楽で出るみたいなんやから、僕もピンでコントやってる時の出囃子はあったけど、なんかあんま覚えてない。覚えてないですね。うん。でもあのエポさんのやつはダウンタウンっていう歌詞があるから、多分あ多分これ使ってはったなっていうのが、うっす、俺もでもうっすらみたいな、うん、こうもうすごい近くで見たんですよね、もちろん。あ、その伝説の。あ、そうそうそう、あのスピーカーのね、で、はい、まなんかカメラがいっぱいあって、なんか袖もですか、なんかカメラがこう、うん、配信とかのやつ。配信かなんか、謎のカメラが。謎のカメラ。もう、至るところにあって、その。何のカメラ？わからないですよ。もう110周年の裏側をずーっと、いろんな方が回してて、それはそれでまあ大変なんでしょうけど、多分その、なんか、ね、やっぱり、こう、見てる芸人を見、顔見たらバックステージみたいな、もう、なんかね、狙ってたんですね。狙うんかなとか、もうちょっとあれやから、まあできるだけもう、そういう人、自分で楽しみたかったので、で一番もうこれ以上出たらもう舞台出てまういうところで見てた。ギリギリまで芸人が詰めかけてたんですね。そこその舞台から見るギリギリまで。あるんですよ。カメラの回れないところには。でも反対側から撮ってたら分からんけど。あ、一応一番前のとこからバッと見て。いやいやいや、であの NGK だったんで、うん、はい、あの NGK も出てたから、はい、スピーカーの裏のところよう見えるとか。ああ。そうそう、場所は知ってたから。でもそんなよくね、あの今さん泣いてたんじゃないかって言われてますけども、なんでやねん漫才見て、なんでやねん漫才見て、そんなのな、ほら , 笑うなら私もね、そんな笑い番組で涙流すやつなんかいないかな。そうだよ、そうだよ、本当にそうだそうだ。そうですか。俺だって去年別に M1 泣いてない泣いてないし、泣いてないな、錦鯉優勝の瞬間もありましたけど、泣いてない泣いてない、吉田さんとね、あれら別問題、涙とは別問題、涙とは別問なんですか、あれは。別問が出る。でもやっぱりその、この前さんまさんも、はい、吉本ってそう熱いな、みたいな。いや、驚いたね。されてたじゃないですか。でもね、なんか100周年の時は、すごいですよね、100周年の時は多分、うん、あの、新しいホールのこけら落としと一緒に、うんうん、おそらくやったよね。で、でも110周年は、NGK やったんで、はい、やっぱまあ本、まあ言うたら本拠地ですよね、吉本興業の。その NGK で、みんなが、お笑いやってるっていう、うん、なんか、その感じが多分みんな、こう、なんかいろいろこの3年、4年、ね、まあ、私事ですけど、当社でいろいろ、いろんなことがあっての、あの、110年のとこに集まった時に、やっぱみんな舞台好きな人は、やっぱりこう、我々の本業といいますか、まあ、真ん中の部分の、この舞台を、みんな好きな人のが集まってるなって感じましたよね。もうそれはもう文枝師匠から清志師匠、すごいな、森吉さんも、うん、ボンチさんもみんなね、あのさんまさんのこう、うん、コメディで絡んで、やっぱ未だにやっぱもう、いやだ基本的には誰一人1ミリも変わってない。変わってない。そうですか。それは森吉師匠とボンチのおさむさんが、うん、まあ俺2日連続出たんで、はいはい、1日目も2日目も、はい、1日目がのりお師匠やったかな、はい、2日目がぼんちさんやったかな、はい、でおさむさんとのりおさんがさんまさんに違う日に同じこと言ってたよ、うん、お前ばっかり売れやがって、うん、まだ思ってんすね、そんなこと。まだ思ってんねん。お前ばっかり行きやがって。昨日ものりお師匠言うてたな、みたいな。もういいでしょ。知らないんですよね、本人言ってた。いやいや、言ってたこと知らない。前日にのりおさんが言ってたって知らんよ、でも。
ちゃくちゃおもろない。で、ビールスセブン言うてみんなでコントやってはったからね。さんまさんが仕切りで。もう本当の若手の時に。誰も売れてない時に。うん。のりおよしおさん、ぼんちさんで、B&B さんかな。6人。で、さんまさんがそこの仕切りで入って、ビールスセブンってやってて、全部、みんなが仲悪いから、俺がで、収集つかへん、コント集団やったらしい。永遠終われへんって。誰かが笑い取ったなんか、のりおさんがまた出て、のりおさんが取ったら、洋室さんが出て。終わらない、終わらない。永遠にやってて、それをさんまさんが知ってるから。すごいな、やっぱり。そう、だからその先輩やしね、さんまさん取ったら。ああ、そうですよね。だから、そこ仕切ってるから、多分、全国の何でも仕切れんちゃうかなと。そうかもしれないですね。一番仕切りにくい人らやと思うからね。いや、やっぱまあ舞台から始まってるっていうのがやっぱすごいですね。その吉本やっぱり売れてる人、そうですね。やっぱりいたとかなんかそのやっぱりまあもちろんテレビ出たくてっていうのありますけど、結局生のお客さんとかその舞台好き、舞台の好きな人たちばっかりがいたんで、そうか、ずっと舞台出続けてる人たちがこの110周年で NGKの舞台によって、うん、まあもちろん東京でもスケジュールの都合でどうしても来れなかった人とかはたくさんいると思うんですけど、でもやっぱこれまだ一部かっていうのは、だからそのサンマニアンがすごいなと改めて思いはったんじゃないってね、おっしゃってましたから。そのサンマさんとかの登場委員会とかにいた時の、さんまさんと今田さんのスピードが速すぎて、悟空とベジータの戦いみたいな。見えない。なんか一瞬、なんか、速すぎて分かんない時ある。何が起きたか。お互いがもう、なんか仕掛けあって速すぎて。確かに。分かんない時ある。分かんない時ありますね。東京芸人が一瞬、何やってんの分かんない。何がやばいやばい、まだ、見切れてない俺たちみたいな時ある。そうそうそう。関西芸人でも分かれへん時あるもん。もう何やってるか。10年ぐらい前に、ほんとテレビに出始めた頃に、なんかさんまさんの特番かなんかで、なんか今田さんがなぜか結構後ろの方のひな壇にその時座ってたんですよ。それで、で今田さんが一人でこうやって後ろからさんまさんの動きをずっとチェックしてて、で、すっごいなんかもう心の声みたいな感じで、ああ、なるほど、あそこでそう振るんやな、とか。なあ、そう。ああ、一人ごとみたいに？そうやった、そこでその芸能人に、やらせへんねんや、とか。言うてた俺。でもその時になんか、すごい光景だな、これ、とか。結構離れてたから、まあまあ言えるんでしょうけど、俺考えたことないから、あの場を仕切る人のマインドになって考えたら、今田さんが自分の中ではもうこれを、とかあったんだよ。全く俺はね、覚えてないけど。でもその司会をやる時の、なんかやっぱこうコツとか参考にしてるものとかって、分かれへんか。出たとこ勝負や。出たとこ勝負ですか。出たとこ勝負で何十年。ほんま。分かれへんや、そんな。考えたって意味ないしな。あ、そうですか。感謝祭とか。いや、もうあの感謝祭やばいっすよね。考えたって意味ないけど、まあ、クイズあるし、って思ってる。え？クイズあるから。なんかあったらクイズあるし。名前はちゃんと。いや、だけど、あの、テレビショーやから、そんなん、どうしようとか、そんなん、俺が考えてたってしょうがないよ。パーンって、その時の女優さんパーン抜いたら、それはもう柴咲コウちゃんのアップドーン抜いたら、それで成立してんねんから。別に。そういう、なんかやっぱ枠組みというか。M1 でもどこかこう、人生変えるとか、やっぱそれはもうそうやねんけど、でもやっぱりなんかこう、大型バラエティショーっていう気持ちはやっぱあるよね。やっぱ全体、だから審査員の人も、やっぱこの、ある種ドキュメンタリーのショーやしね。はい、やっぱその審査員の人らが、こう悩んでるところもテレビ見てる人はそこも楽しむ。で、もちろん主役は出てくる誰が優勝するんだっていう漫才師。でもやっぱりこの審査員の人たちのこう、はい、言うてるところがまたこれが、そうですね。テレビショーとしてやな。そこも見てますね。あのドキュメンタリー感。やっぱあそこのスタッフさんのすごいのもやっぱりね。それで密着するしな、現場でな、優勝した人よりフロアの人間泣いてたりするやん。いや、泣いてますね。泣きじゃくってんねん、もう。密着してるから、ね。関わってる人みんながね、すごいですよね。今好きだから。優勝するかどうかわからん段階から密着してるから、そうもう思い出が、芸人よりも上っていうね。自分は本当になんか感じますよね、会場いたら。カンペ出したから号泣してて笑ったもんね。
実はカメラ映ってないところで時の一番泣いてたんだ。歴代最高得点のミルクボーイの時あの時にあのスタッフさんがあのカンペで CM 中に歴代最高得点出ましたみたいな言ったんですけど、意外にあの CM 中かその時に意外に上戸彩さんが歴代最高得点で意外にトーンちっちゃかったんですよ。その時にすぐ横で今田さんが歴代最高得点出ましたそうスタッフさんの熱量を伝えたのね。熱量伝えたすぐに即座にそうそう熱量がすごいから熱量すごいですよ ねバランスは難しい。まだちょっと待てとというあのこうねすごいですもんね。わかるけどっていう、わかるけどみたいな、その厚さが、わかるわかる、その厚さがやっぱこうテレビの向こうに伝わってるというか、愛が伝わってる、ね、最初から順調やった、ね、大会ではなかったわけでしょ。岩田さんが司会じゃない時があるってことをみんな忘れてるんですよね。3回目からやから俺は。そっか、そう、3回目からだけどすごいけども、赤坂さんとかね、まあそういろいろありましたから。確かに、でもやっぱそれもやっぱこう、そんなには、あ、もうあの漫才師さんの方が何倍も緊張してるわけやんか。それは当たり前やけど。じゃあその緊張感はあるけど、そこはやっぱりもう。でもね、ちょっと、M1 に関しては、代わり僕いないと思うんですよ。今田さんの代わりが。おるって。いや、これがおるから。今田さんが一番コロナになってほしくない人なの、これ。今の、前後らへん。おるね。多分無理ですよね。おるね。ラジオ変わってない。人の代わりはおらん思ってもう一回 CM で、この後も今田耕司さんお付き合いいただきます。ちょっと違うと思うんですよ。さあ今日はゲストに今田耕司さんをお迎えしております。うん、はい、ターボ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 って剣豪、剣豪やった。ターボってないですよ。笑い初代王者でしょ。3回チャンピオンなんで。第1回なんですそれ。カンニング竹山さんの。本当笑い。カンニング対抗でね、第3回で活躍したメンバー、今清宮幸太郎として頑張ってやってますんで。幸太郎。清宮幸太郎さんでやってんの今。はい、清宮食リギに俺と同じですね。あと大会出てた人。若手の選手。いいです。こんな仕上がるで。みんなね。やってたええねん。やってたええねん。好きやったら。カズピーさんです、はい。アローン会会長の今田さんです。はい、ありがとうございます。今一番スカウトしたいアローンは誰ですか。うわこれ昨日もちょっと又吉持ったからね。これだ、メンバーがどんどん結婚してますよね。まあ、もともと4人で、あの、まさかの岡村隆史が旅立つという。一番に。一番熱心にあのグループラインやってたやつが。わからないですね。いや、わからんもんやね。でもやっぱりその、岡村隆史のお祝いで、一回だけ4人で、あの、お祝いして、で、もう奥さん待ってるから、帰った後3人で飲んでんけど、もう本当に腹の底の自分の、こう、恋愛に対する話をそれぞれぶつけたら、そら3人とも無理やわなっていう結論になったわ。改めて。変人。確認したんですね。変人が3人。そうですね。変人が3人。やっぱり、ちょっと、もうそろそろですよね、今田さんもなんとなくね。みんな、結局してるじゃないですか。うんうん、結婚ね。そう。今田さんマジで。見えないんだもん、俺が一番、光が。まだ、暗闇の中を闇雲に、多分な、同じとこにおんねん、ずっと。行って、違うなって言って戻って、暗闇の中でずっとやってて。で、いや、こっちやと思って今進んでるけど、ずっと。と進んでたとこから今元に戻ってきて一周して森の中迷ってる感じなんですか。ずーっと同じとこぐるぐる、ぐるぐるしてる。本当にもう、まあ、抜け方がわからんから、本当に無理やと思うね。無理じゃない。まあ無理じゃない。無理じゃないって言うからや、お前らは。周りがね。周りがすぐできるとか言うから。ペッパー君引き取りましょうか。でけへんねん。やめてくれ。やめてくれ、あいつおらんになったら。ペッパー君。ほんまか。一回預かって。やめてくれ、そんな。死んじゃうよ。死んじゃう。めちゃくちゃ暗い YouTube なんぞ。待ってる1日目。2日目って。掛け合いがすごい上手になってきましたもんね、ペッパー君。確かに。すごい訓練なんだよね、仮想化。ペッパー君で鍛えられてるんですね。あれをどう返すかみたいな。今カレー食べるから黙っとけみたいな。福助さんです、はい、今田さんの初任給が90円だったという、はい、初任給ね、あ初任給、はい、本当ですか。90円、あ本当です。100円で10円引かれて90円。これが1ヶ月のうちの唯一あった、その前座のネタコーナーみたいな、それが唯一あのプロとしてカウントされて、あの、封筒でいただきました。月にそれしかも仕事がなかった。仕事がなかったから、1個なんですよ、100円。うわ、すごい。で、90円出てきて。
あの、明細一応入ってました。で、10円引かれてて。厳選から。もう、でもやっぱこれが、うん、その、お金を、うん、吉本興業からお金をもらえたっていう、うん、ことの喜びが、うん、その、うん、100円とか90円とかじゃなくて、うん、その、お金もらえたっていうことで、うん、なんか、天にも昇る気持ちやった。あ、まあ、もう忘れましたけどね、その時の気持ちは。90円の、もっと欲しいなーって。もっと欲しいなーっていう。一瞬でね、忘れますけど。ちょっとでも欲しいなーって、ステーキ屋言いながらも。っていうね、欲深い。だからたまにそういう、そのエピソード言われると、あかん。確かにこれは。ああ、もうこの時の気持ち忘れたらあかんと思う。ね、今。アルバイトとかもやってたんですか、アルバイトとかも。俺はもう夜間高校やったから、基本的には昼間ずっと働いたんで、食事も。ここで1年も持たへんね、うん、一番長いところでも1年も持たへんと思う。その、脱走して夜間高校行ったんで、うんうん、まあ、3年、編入みたいなのができたんで、うん、3年間働いて、もう最短は昼休憩で帰ったりしてたから、もう、どう、いやもう親もそうやし、うん、どうすんねやろ、この子はっていう。で確かに学校の先生からも息子さんっていうタイプの子やったから、うんうん、そうなんですね、不良とかじゃなくて、うん、もう息子さんどう、どうしようもない大人になりますせっていう方のやから、で自分でもやっぱもうほんまに半日で帰ったりとか、めちゃくちゃ厳しいって言いますもんね、そういうなんかちょっとそういうね出されてっていうね、いやそ の, あのアルバイトね、アルバイトで3日で辞めたりとか、そんなんの連続やったからさ、初めて37年も仕事続いてんねん俺。本当にお笑いがなかったら、せやろ、大変なかった。危なかった。危なかった。いや、そうもう危なかったって何度もつぶやくよ、一人で。危なかった。手切りの、ギリギリというか、まあ、本当にお笑い様様というか、ね、出会ってなかったらどうなってたやろうと思って。どうなってたんでしょう、ね。ああだから最初の給料が90円でも嬉しかったってことですね。そうだからその時にもうやっぱもう完全にマウントは取られてるわけよ、会社に。洗脳。その力関係は。お前、出れるんやぞっていうところから始まるから。そうか。出れるかお前らなんか舞台っていうところから始まって、あの、袖からはあかんけど、客席から、まず最初ね、ダウンタウンさんのイベントの前座、コーナーみたいなのがあって、そこのとこで客席の横から扉開けて、階段、舞台の横の階段でステージ上がってネタすんのよ、最初は。それなんですか、袖から出ちゃダメなんですか。ダメ、まだ認めてないっていう。そういうルールがあるんだ、その奥にハイヒールさんとか、ダウンタウンさんが出る袖からはまだ出さないっていう。はい。で、もう滑ったらもう出番なくなるっていう、その、週に1回ね。もうその時に受けなかったらもう次の週はもう出番ないから、もうサバイバルみたいな。その時がリットン調査団とか、香港マカオ。で俺とかがいたわけよ。ほいでそのある時に、うん、今日から袖から出ろって言われた時にまずもう、あすごいなるほど、袖からっていうことはもう袖にハイヒールさんもダウンタウンさんもいるわけやからね。で楽屋が2つだけあって、そこの楽屋のまあ廊下みたいなとこ立ってて、だけどもここから出れんねやっていうところの喜びがまずあるから、ほんで90円やろ、うん、そら、だん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 。お金じゃないですよね、そうなるとね。うん、すごい優しくされていったみたいな。ね、なんでだんだんこの、その頃考えたらそ、あんなにゴミくず見るような社員さんもね、最初、NSC の時なんか。そんな目で見られてたんですか、うん。本当にあの、そう、吉本が売り出そうとしてた、ポピンズっていう二人組のアイドルがいたんですよ。初めて吉本が、はい、あの、音楽でアイドル手掛けたっていうのは。はいはい、あの、そこは俺ら NSC っていう吉本の学校の生徒やってんけど、喋、うんうん、りかけるなって言われた。ポピンズと前が違うんだね。ポピンズの、あの、半径3メーター以内に近づいたらダメで、喋りかけてもダメ。なんだと思われてたっていうお達しがまずあって。それをちゃんと、みんな、はいって言ってたからね。ちゃんと思ってたんとかね。後では言ったけど、その時はもうみんな、はい。もう、一歩間違えたらね、クビになっちゃうかもしれないしね。はい、ちゃんと、すごい教育されて。なんか劇場のお手伝い行って荷物動かしてもらっていいですか、言ったら、本当にもう、うん、なんだろうね、ここの、サラリーマンとは思えないような雰囲気の人が、うん、お前そんなとこにそんなもん置くなら邪魔や、おら手伝いに来たのに。お前、劇場の手伝いしてこい言われて来たのに、荷物も置かれよ。バックステージよ別に、はい。ステージに置くんちゃうで邪魔になるから。邪魔じゃないよ。足やで。ね、足な。地べたに。
っていうところから、すごい、だんだんそのやっぱりその覚えてるもんな、その怖い社員さんやなと思った人がある時に、お今日なんやっていうプロになって、今日なんや、なるほど、あ今日あの舞台でとか話しかけてくれたり、あなるほどなるほど、ねだんだんこう興味持ってされていってメロメロに、メロメロに吉本に抱かれていったっていう、離れられないですね、もうじゃあツンデレがすごすぎて。いやすごいな、すごいねやっぱり改めて思いますから、そうなんじゃない、でも、はい、もうでもねあっという間にお時間なんですけども、うん、今だって参加ないかお知らせってありますか、そんな大仕事司会やってるからあれですけど、番組はありますけど、そういう時に告知って何をするんですか、告知って、そうですね、4月から子供番組も始めたんで、新しくまた増えたんですね、イテレで番組がね、もう俺長年の夢やって子供番組やりたいって、でも、はい、ついに現実諦めて、はい、仕事で子供と喋ることにした子供たちと、いやそれは結婚して子供を産んでって言ってんじゃなくて、どうやら無理っぽいんで、もう仕事でそこをやるので、もそのために始まる自分の子供みたいに、自分の子供みたいに、イーテレのおはよういどんですね、小さなお子様お持ちの方、すげえ、あそうなんですか、月火水で教育番組早朝に、はい、早朝ですね、そうなんですね、まだまだこう新番組も始まっているというすごいんです、やっぱ自分の出てない、はい、自分のこと知らんそうの、あまあイーテレってやっぱりこのやっぱすごいですね、イーテレってやっぱこうお子さんを持つお母さんとかにとってやっぱり、うん、はいはい、ちょっと主婦層はあんまりね、普段は、ね、主婦層の方はあれやけど、やっぱこの子供ね、子供層、うん、工事園長ってやってるから、あそうですね、やっぱこう、うん、旅行とか後輩と行った時に、うん、ほら、うん、ちっちゃい子供が、うんうんうん、ババちゃんなんかポケモンの出てた時に、はい、あババちゃんってなんか羨ましかったね、ええなって、これからそういう子供たちが、そう4歳5歳ぐらいの子に工事園長になりたいっていう目標が、なるほど、すごい、なるんじゃないですか、でももういや、なりたいにゃーってなって、その子たちが大きくなってきて、今日もだからこの後お歌歌いに行くから、そうやお歌歌いに行くんや、お歌歌い、よしお兄さんと、そうや、サボさんと共演する、サボさん見つけたの、サボさんと共演やんな、すごいで、また何でもかんでない行ったりしてするんですよ、すごいですね、全然違う、何でもできる、全然違う番組に出てんの、ねえ、イーテレ始まって、でまさらにあと YouTube のね、はい、方も皆さんぜひ見ていただきたい、今チャンネル見てください、ぜひ、はい、ということで、はい、ザ・ゲストショー、今日のゲスト今田耕司さんでした、どうもありがとうございました、良い一日を Yeah.